アトラスとファイアーエンブレムが融合した幻影異聞録シャープ FE が任天堂スイッチに登場。舞台は現代の東京。芸能が栄え、表現力の結晶パフォーマーがあふれるこの街に突如現れた異世界からの侵略者ミラージュ。強力なパフォーマーを持つ青い月とその仲間は芸能人としての力を磨きつつ現代に迷い込んだクロム、シーダといったファイアーエンブレムの英雄の力を借りてミラージュの脅威に立ち向かう。本作では Wii U 版にはなかった新曲が登場。他にも追加シナリオや新しくバトルに参戦するキャラクターなど新規要素にも注目。幻影異聞録シャープ FE アンコールは2020年1月17日発売。このダイレクト終了後にあらかじめダウンロードを開始。